者が苦手なあなたでもきっと好きになる。好きになりますよ、はい、東海ラジオ版大口ひろし歯科クリニック放送局です。今日はですね、前回のお話でセレクについてちょっとねお話を先生にしていただきました、ね、はいはい、今日はより詳しくお話、はい、あとはイベントです ね、 ですね、先生、はい、イベント終わられた後ですの です、ね、はい、そのお話もお伺いしたいと思います、はいはい、じゃあ私の方もお話しましょう、はい、今日お話、ね、していただきますのは、はいはいはい、骨をドリルで削り取らない、はい、痩せた骨でも対応できる大口式インプラントの考案者、はい、岐阜駅前の大口ひろし歯科クリニック理事長の大口ひろし先生です、はいはい、先生お願いします。はい、お願いします。はい、まずイベントですね、うん、先生お疲れ様でした。はい、またね後々詳しくお話をお伺いしたいと思いますね。良かったですね。いやね、なかなかねこういう話ってね、うん、公共の場では聞けないんでね。そうですね、だからね、うん、イベントにいらっしゃった方々ね、うんうんうん、本当の話聞けてね、そうですね、ね、よかったなって言っていらっしゃる方が ね、たくさん見ましたね。ね、皆さんよかったって言ってね、またね、チャンスがあればね、そうですね、ご一回設けたいと思いますので、はい、はい、お願いします。はい、では先生、前回ね、セレクについてお話をしていただきましたけども、今回セレクとはね、具体的にどういうものなのか、そうですね、より教えていただけたらと思います。そうですね、はい、はい、ね、セレクの説明しますとね、はい、まずセレクというのは、うん、IT ね、IT、IT、ね、はい、IT、I の T ね、I の T、はい、I じゃないよね、IT のその、いや、工業界で有名だよな、そうですね、まあ、コンピューター使ったりいろいろするやり方だね、その中で CAD CAM っていうのがあるんだよな、CAD CAM、うん、これ工業でよく使われるんだけど、要するに物を立体的に表現できるんだよね、ほう、立体的に、ああ、そう、普通、あれですがね、二次元でしょ、画面中、そうですね、画面中の大体、ね、それを 3D で、うん、見るときに今はね、うん、CAD CAM 使ってね、うんうん、あの例えばあの私の写真、あるいは、うん、林の写真を撮って、うんうんうん、でそのまま人形作れるんだよね今ね、ああの、ね、3D プリンター、そう、あれも CAD CAM の技術だな、うん、そうですね、うん、でそれがね、うんうん、1960年に始まったんだよ、あ、工業の方では、あ、で歯科界は20年遅れたんだよな、はい、20年、おー、それでもまあね遅れたんだけど、うん、一応歯科でも取り入れ始めたの、うん、それはどうしてかというと、うん、物を作りね、歯医者って結構物を作ること多いんだよ ね、うん、そうですね、まあ、医療もするけども、うん、物を作ることも多いので、うん、でまあ取り入れられてね、うん、だけどまあ最初のモデルは、はい、こいつはなんだけど、うん、精度がちょっと荒かったんだよね、あ、初期の方は、ね、そうなんだよね、で今のセレクってね、実はもう、うん、世代的に言うと、うん、第3世代なの、第3世代、もう、うん、もう最新ではない、今の一番先端なんだけど、はい、まあ、装置も性能もすごい向上したんだよね、はい、実は、うん、私がやる補鉄はね、はい、技工士さんが粉、うん、粉と水となんか合わせてね、それと盛り上げて焼いてね、作ってたんだよ、セラミックは。だ10日ぐらいかかったの、10日。そうですね、お日にちかかりますもんね。で、うん、今はね、うん、なんと、10分。10分 ?10 日が10分。そう、10日が10分。しかもね、何回も来なくてもいいのね。1回でいいんですよ。そう。で10日かかる業の時は、はい、指摘とかいろんなことやったの、色合わせとかやったので、そうですね、2、3回かかったでしょ、それはもうね、うん、その場で10分で終わっちゃう、その場で、ということは歯医者さんで作れる、うん、そう、で、それは2つ大きな原因があって、はい、装置の近代化と、それ削る元の材料がいるでしょ、そうですね、削る材料、ブロックね、ブロックもすごく進んだんだよ、進んだんですか、そう、で、微妙な色合いも出るようになったの、そのブロックで、え、一色じゃないんですか、そう、一色じゃなくて、象牙質とエナメル質って、うん、そういう層にもなるようになったわけね、よりじゃあ人間の歯に近づいてる、そうで、あとはその使うドクターの技量とかセンスだな、うんうん、あ、まあちょっと削りますからね、そう、位置とかないろんなあるのでねで、そういうことで、まあ、セレクというのはすごく、盛んになりましたね、あ、そうなんですね、はい、それは相乗効果と言いますね、ほう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 、で、セレクのやり方を説明すると、うん、まず削ります、削ります、で、はい、2つ、見通りあるんだよね、うん、セレク、うん、あのね、小竹梅じゃないけど3つあってね、段階が、そうそうそう、ほんでね、一やっぱりちょっとあれはね、うん、あのいっぺん型取ってね、うん、そしてその型取ったやつを模型にして、はい、模型をカメラで撮って、はい、作る方法ね、模型を撮るってことですね、そう、模型を写す方法ね、はい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 、で、もう一つはね、もう一つ、はい、口の中に白い粉をバーッと入れて、はいはい、全部あのお化粧するんだよ、歯を、歯を化粧するんですか、お化粧、ここのお化粧もあるんだけど、歯もお化粧しないと透明感があるので、うん、あのカメラはうまく映らないんだよな、あー、そういうことですね、そうそう、それで、そして作る方法、それ、はい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 、
2番目な、2番目で、はい、最高級のやつはね、うん、まあ、残念ながらまだ今理由では、うん、当院でしか使ってないんだけど、うん、その方法はね、うん、もう削ったらそのまま何もせずに、はい、うん、カメラで撮るだけで、撮るだけ、写真撮るだけで、これでもう作れるって 3D で10分ですごいですねそれもね、うん、先生ね、皆さんどっちかというとね、お口の中で肩取るのとか苦手な方とか ね、多いですから ね、もうそれはね、もう患者さんも嫌だしな、そうです ね、なんかブニュッとした感じのね、でね、あのこうゲーつきやすい人いるでしょ、ああ割とね、オート反射っていうの、ね、そうしたらね、もうちょっと言うだけでうわってなりますから、ね、なりますね、だからそういう人にはね最適だな、そうですね、本当ですね、肩も取らなくていい、そう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 、すごいです、まあそんなことで、はい、セレクの説明は大体分かっていただけたと思います、ね、はい、そうですね、はい、うん、皆さんぜひね、トイに足を運んでいただいて ね、はいはい、ね、セレクを実感していただければ、ね、いいと思います、ね、待ち合わせありますからうちは、はい、ね、もう見てる待ち合わせで待ってるうちに、ね、他の患者さんでも、はい、自分でもそうだけど、うん、ビーッと削ると10分ぐらい削りますから、ね、見えますから、ね、見えますから、それ見るだけでもね、ね、すごい面白いね、ね、自分の歯がその場でできますからね、そうなんですね、すごいです、はいはい、先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、こちらの放送はですね、毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前10時より YouTube にて配信しております。次回もまた違う内容で放送いたしますので、ぜひご覧ください。またこの放送で何度も紹介しております、こちらオーラルジェルですね、こちらちょっとイベントの時はね、販売はしてないんですけど、こちらですね、当院足を運ばなくてもホームページやお電話で購入していただくことが可能です。こちらのジェルにはですね、歯周病や虫歯予防に効果のあるよりすぐりの高品質な5つの生薬を配合しております。さらにですね、発泡剤や研磨剤、防腐剤も入っていませんので、高齢者の方やお子さんにもおすすめです。お電話での申し込みはフリーダイヤル 0120-640-896、 フリーダイヤル 0120-640-896、 覚え方はですね、フリーダイヤルの後に虫ゼロのハックルー、もう一度言いますね、フリーダイヤルの後に虫ゼロのハックルーまでお問い合わせください。またホームページはですね、大口ひろしが勧めるオーラルジェルで検索してください。 URL をですね、ご案内させていただいておりますので、そちらでも検索していただいても出てきます。そうですね、はい、はい、ぜひお願いします、はい、ぜひお願いします、はい、あなたの豊かな人生のために、はい、まずはお口の健康からですね。骨をドリルで削らない大口式インプラント法のほか、独自のホーム矯正法で対応しています。まずはお口の健康からですねの大口博歯科クリニック。